日本代表が1月1日に発表したアジアカップの招集メンバーリストに古橋の名前はなかった。森保一監督は招集外としたここの選手について説明することを避けている。リーグ得点王と年間最優秀選手に輝き、公式戦で34得点を挙げた佐久と違い、今季の古橋は公式戦29試合出場で9得点、約1ヶ月にわたってゴールから遠ざかり批判も浴びた。アンデ・ポステコグルーからグレン・サンドラーズに監督が変わった影響をめぐる話題は後を絶たない。森保監督と古橋はそれぞれの戦いの場で自らを証明することができるだろうか。すっごく面白すぎる。お前らは J2 レベルのリーグだという自覚持った方がいい。ボイチは古橋に何度もチャンス与えたが古橋が結果を出さなかったのよ。オロングはしっかりと韓国代表に選ばれてるからな。つまりこれは強豪に対する差別と見るべきだろう。めちゃチャンス与えられての落選だろう。ダッシュオウム、いやどう見ても前田大然が一番いい選手だろう。移籍の噂もあるからサポーターはそっち心配した方が良さそう。前田と旗では選ばれてるぞ。てか前田をうまく使えない監督って無能よな。あんな便利な選手なかなかいないのに。スコットランド代表だってプレミアリーガーがスタメン連ねててセルティックの選手対していねえし。古橋に何十試合チャンス与えたと思ってんだよ。古橋はもうないよ。日本は森安は、古橋はセルティックですらダメじゃん。森安古橋は嫌いやねん。最近叩いてたなかったか。なんだよ、罰ゲーム免除されたのに。移籍するんやろ。また驚くで君ら。